ながら早食い対決を行いたいと思います。オーナー企画第2弾みたいな感じ。はい、第2弾です。今回は普通にオーナーは飛びますので、皆さん普通ではないけどね、普通ではないということですね。まず今回縄を回す方が堀さんと真野さんに回す、はい、お願いします。この5人で早食い対決をしていくわけなんですけれども、はい、さっきじゃんけんの結果、食べるもの、飲むものがね、決定したので、それぞれ発表していきたいと思います。はい、どんどん、ポテチ、パプリコ、スニッカーズ、イロハス、コーラでーす。やだ。こちらをですね、袋を開けるところからやってもらってですね、食べ終わった人、飲み終わった人から抜けていくっていう。大変、飲み物やばいです。そうですね、こぼれそう。本当に降りた時のね。あ、そういうことだ。手を常にでもさ、胃袋に入ってさ、揺れてたらさ、めっちゃゲップ出そうじゃん。こちらですね、引っかかったらやり直しということでね、はい、その、はい、食べてるところからもう一回スタートということで、はいはいはい、皆さん、完食を目指してください。はい、頑張るぞ、はい、頑張るぞ、頑張れ。はい、ということで、オーナーは早食い対決をやっていきたいと思います。はい、もう、ね、体力の限界なの。
りんちゃん全然食べてね。もう食べない全部。はい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 、なんかめっちゃ落ちてる。すごい、ホートさん9000点。はい、あ、すごい、めっちゃ食べとる。さやかすごい、はい、さやかすごい、あ、そう、あ、いけた、やった、すごい、やった、やった、すごい、やった、みんなさんが危ない、めっちゃ危ない、なんかりんちゃんスリムになった。はい、ということで順位発表したいと思います。第1位ははい、私です。カプリコだったアリスです。ポポポポポポンって食べました。すごい余裕でした。第2位ははい、私です。すごいね、お湯がこの方のアスリンにコツを教えてもらってからすごいあのスムーズに飲めるようになって。すごい。第3位ははい、私です、スニッカーズでした。めっちゃ歯痛くって食べてる。でも分かるわそれ。でも良かったです、食べて。第4位ははい、私です、コーラー。コーラ好きだからね、まだ。確かにね。ということで最下位ははい、お疲れ、ありがとうございました。お疲れ様。きつかったね。すごいよ。さやかの声がガラガラになった。さやかのペットボトルから水がブンブンって出てるの見てもすごい笑い止まんなくて、普通に縄跳びがきつかったです。皆さんもね、まあ、よかったら大変だからね。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。以上アイドル教室でした。